はい、あ、お疲れ様です。なんかワールドカップ思い出したんだよ。すいません、ジューダー先生よろしくお願いします。はい、あのオフェンスを伺ったんですけど、はい、まあ、ディフェンス面で今日はもう最初から、はい、あの前から当たってゾーンでも当てて、はい、もう40分間の中に、はい、さんは後半あの、ま、出だし悪かったと思うんですけど、はい、40分間の中にいろんなバスケットを今日見ることができたんですけども、はい、そのディフェンスの手応えというのはどうですか。はい、まあ、その本当さっき話した硬さみたいなのが今もう本当に形としてこういうことをやりたいとか、例えばゾーンを今おっしゃったようにやってるとかプレスやったりとかでトラップやってるとかってあって、やっぱ今まだもう本当に外枠だけかな。だからそういった意味でこう硬さっていうかその内容の濃さディフェンスのところでしきれてないので、今日だから一つね、すごいいいトラップなんだけど一個出口出ちゃうともうパーンって捌かれちゃうっていうシーンが結構あったと思うんですけど、そういった意味でもそのアグレッシブさのいいところありながらも最後まで連動しきれてないっていうところはまだまだ本当に積み重ねていけないところはあるので、今日多分10、20点近くあるじゃないですか。 そこいいのに、あ、次そんな簡単にやられちゃうんだっていうのが結構やっぱあるんで、まあ、これはやっぱりあのそこの方が結構あれかな、チームのその新規選手とかこうやってる選手のこう結構オフェンスの多分対応みたいなのが結構心配される人も多いと思うんですけど、意外にディフェンスの方が結構大変ですかね。ディフェンスの方がやっぱりその規律なんで、オフェンスはもう本当に自分の中で結構そのね、やっぱり自己判断とかやっぱり選手のその判断基準っていうのは結構多いので、ディフェンスはやっぱり結構規律がやっぱりでかい部分が多いので、その規律にやっぱまだまだ慣れてないなっていうのはこうチーム全体として、あと本当にこの例えば今までずっとやってブレックスの選手もこの一人とやるだけでちょっと変わってきちゃうっていう、こいつのディフェンス能力によってここまで助けるとかここまで助けないっていうこの気遣いみたいのがこうシーズン中積み重ねていくので、まあ本当それはこれからかなと思いますね。あと1点なんですけど、はい、後半それでも若手も入って、はい、ローテーションも、はい、サッさんが思ってるぐらいの多分時間帯も出て、はい、あ、そのもっと出したかったんですけどね今日本当に本当に、でもこの短期間の中ですごいいい時間帯もあったと思うんですけど、はい、そこら辺のオフェンスの絡みというかローテーションとかは今日 どういう手応えですか。ローテーションはちょっとまだ正直あの比江島お休みモードのローテーションはしてるので、やっぱ本ちゃんバッチシのローテーションっていうのはまだちょっと自分の中ではイメージしてないんですけど、でもだからそういう機会をこうこのプレシーズン何試合かもやったんですけどを生かしてね、その新しいこう選手、まあ、だから前回その川崎来た時のやっぱあの渡辺のねあの爆発みたいなのがやっぱり今年何回も見たいと思ってますし、まあ、遠藤が今日ちょっとあの最後の方復調してやったのはすごい良かったなと思って、まあ、なかなかちょっとこう練習の期間もシュートを決めきれてなかったので、やっぱり気持ちなんで本当1本入ると入るなんかもう入りそうじゃないですか、思うてはあのだからそういった意味でそこは取り返したの良かったし、まあ、ちょっとね村岸がちょっと頑張りすぎちゃったかな、あのまあ、ファウルがちょっとまた増えてしまったところで、まあ、彼にもよくファウルを使うっていうのも彼の役割なんですよ、僕的にはやっぱり。ただオフェンスファウル3回したんですよ今日っていう、まあ、だからそれはちょっとまた内容は違うなって、また帰って彼にまた修正しなきゃいけないんですけど、はい、まあ多分本当にこういうブレックスに来てすごい緊張感ありながらやってる彼らだと思うんで、まあ、本当にあの負けずに、まあ、必死だと思うので今頑張ってほしいなと思いますし、まあ、あと僕も多分怖いと思うので、はい、まあ、そこはやられないように、まあ、まあでもそれはもう本当にタコさんとかもずっとサポートしてくれてるの分かってるんで、こっちが、まあ、本当にチームこう一丸となって、まあ、でも本当にカイトはカイトね、また今日成長できた分も見れたし、村岸も良かったんだけどな、最初ちょっと一つだから結構自己評価が高いと思うんですよね、僕的に。なんか一個ダメになっちゃうとなんかああみたいな、ずっと言ってますよ、いいからみたいな、もうディフェンスとお前マジでもう打ち切るとこ打って、渡辺だって今日入ってないんだから打てよみたいな、今日あったじゃないですかコーナー打たなかったやつ、それが一番嫌だみたいな。だからまあ本当にこう成長してなんかプレイヤーとしてもそうですけど、そういうメンタル的にも成長していってほしいなと思いますね、はい、ありがとうございます、またよろしくお願いします。